イエーイ星。チャップマン料理研究部部長のチャップマンまさりです。今回初めてこのチャンネルを見たって方、お前誰だよっていう感じかもしれないですが、ちょっと前にツイッターでこちらでこのナミさんの動画を上げたのが僕ですね。あの動画だったら見たなって、あんなアホなことするやついるんだっていう認識だったかもしれないですけれども、あれを作ったのが何を隠そう私チャップマンまさりです。名前だけでも覚えて帰ってください。今回はですね、このチャンネル初のコラボ企画となります。今最大に盛り上がっているワンピースですね。そして今最高に面白い状態でこのワンピースを読みながら動画を出している最高の世代のワンピース系 YouTuber の方々と一緒に統一テーマで動画を出すという今回の企画になっております。今回の統一テーマはですね、麦わらのルフィということになります。僕のチャンネルは料理チャンネルですので、今回はルフィが食べたものの中で食べたいものランキング3プラス1という形でやらせていただこうかと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。麦わらのルフィが食べたものの中で食べてみたいものランキング第3位は、復活系海豚入りホルモンスープです。このチャンネルでも2回ぐらい動画にしてますよね。本当の味がどんな感じなのか、ちょっと実際食べてみたいところです。僕の作った家庭でも再現可能なレシピになります。興味を持ってくれたらチャンネル登録お願いします。麦わらのルフィが食べたものの中で食べてみたいものランキング第2位は、みずみず肉です。もぐちゃくもぶちゃくみたいな感じのあの食感、名だたる漫画飯系 YouTuber の方が再現してますけど、実際は本当はどんな味なんだろうってのは気になりますよね。あと直前まで水に浸かって売られてるんですよね、あれ。だから冷えた状態でもチャプチャプ水が滴り落ちてくるような肉なんてこの世に存在するんですかね。絶対に一回食べてみたいなっていう感じの食材になります。僕が考察再現したみずみず肉のレシピです。上手にスクショするか、ツイッターのダイレクトメールで何々のレシピ欲しいと送ってもらえば送ります。真似して作ってみてね。はい、1位の発表の前に番外編です。麦わらのルフィが食べたものの中で食べてみたいものランキング番外編は、食べてみたいものランキングじゃねえな、食べて絶対食べたくないものが一つあるんですよね。それがルフィの作った俺の気まぐれカレーです。これはさすがに再現をしようとも思わないし、食材無駄にしたくないですからね。これだけはちょっとワンピースに出てくるものの中で食べたいとも思わないし、再現したいとも思わない食材ですね。食材じゃないな、料理ですね。今度そっとマネティアさんにリクエスト出そうかと思います。はい、麦わらのルフィが食べたものの中で食べてみたいものランキング堂々の第1位は、悪魔の実です。そらそうっすよね、食べたらいろんな能力が手に入る、そんな悪魔の実みんな食べたいと思いますよね。これはまだ一回も再現したことないので、ちょっとこれからやってみようかと思います。皆さん、悪魔の実食べれるとしたらどんな実が食べたいですかね。やっぱ王道のスケスケですか。やっぱり僕はラキラキの実ですね。あれさえ手に入ればもう人生勝ち組ですよ。多分動画を出しても出してもバズりまくってもチャンネル登録者数もガンガン増えてウハウハな感じになると思いますね。誰か僕にラキラキの実をください。それではゴーヤとドラゴンフルーツをブドウジュースで煮ていきます。そして真ん中にグレープフルーツを入れたいので、グレープフルーツの方を剥いていきます。本当はメロン使いたかったんですけど高くて買えませんでした。グレープフルーツの皮ですね、こちらを細工して周りのぐるぐるを作っていきます。細く長く切ったら、それも一緒にブドウジュースで煮ていきます。
常温で固まるアガーというゼラチンを入れて固めていきます。このゼラチンを使うことがこの悪魔の実を作るポイントですね。普通のゼラチンだと多分作れないと思います。模様を一生懸命端で作っていきます。真ん中にグレープフルーツを入れて茶巾のように包んでいきます。これで丸めていくうちにもうどんどん固まっていくので、上手に丸を作って冷蔵庫で冷やし固めれば悪魔の実の完成です。バクッと食べて苦っまずってなるはずだったのに、予想以上に美味しいです。全然普通に食べれちゃいますね。もしかしたらこれが能力なのかもしれません。今回の悪魔の実もちゃんとレシピになっています。定期的に小田先生に送りつけて、いつか購入をもらえるように頑張っています。応援よろしくお願いします。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。そして僕みたいな底辺からの声かけに応じてくださったワンピース系の YouTuber の皆さん、本当にありがとうございました。概要欄の方にですね、参加してくださった YouTuber の皆さん のサイトへのリンクとか貼っておきますので、そちらの方もよかったらご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。最後までご視聴ありがとうございました。今回はユヒの誕生日のための特別なコラボ企画、楽しんでいただけたでしょうか。次回は他の方々から声掛けがあれば、僕はいつでも力を貸します。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。